下からな、サダコ出ないんだよ。どっから出てくるのかな。おおおお、うん、おいしいね。もっと食べる、もっと食べる。あ、本当だ。あそこは手つないで。あそこは。あ、閉まる、閉まる、閉まる。はい。あ、いいね、初めてだね、ここ。見て、ケーキがある。美味しそうだね。これも安全。行きましょうか。行きましょうか。あ、本当だ。読めるよ。あの、絵だけだね。絵だけだねっていうか、わかるの。猫がザリガニを食べた。猫。大きな猫だね。いろんな猫がおる。王子様ですか？王子様。王子様。王子様。はいはいはい。じゃあこっち。あ、なるほど。すごいですね。はい、来たよ。早く食べな。はい。はいはいはい、はい、ね。どうですか。おいしい。怒られた、怒られた、怒られた。もう夜になっちゃった。もう夜になっちゃった。夜じゃない、行こう、行こう。怒られた。みーちゃんが、ゲル君来て。終わってから、終わってから。後でね。これ豆なんですか？これで食べる。美味しい。早く持って食べて。はい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 。はい。食べて。はい。だわい。みーちゃん牛乳がいい。みーちゃんこれ飲んでほしい。じゃあいただきます。編集が難しいよな。そうですね。絶対がこう食べるものがあるんじゃないね。そうですね。あ、いやいやいや。全く別物になってくるんで。なんか5歳よ。5歳。ほら。じゃあ座ろう、座ろう。これそのまま食べる感じですか？黒にんじん。黒にんじん。なあ、家で寝るとき、あの下からな、サダコ出ないんだよ。どっから出てくるんかな。どこも出てこない。みーちゃんとパパが寝てるときは、じゃあみーちゃんとパパが寝てるときな、うん、パパがな、
パパが怖くてな、来なかったんだろう。ただこれじゃない？うん、怖い。あれ？おおおお。お。あ、出てくる。ほら、来るよ、来る。お、サダコだ。うん、ああ、サダコかな。みーちゃん、みーちゃん、オオカミ、オオカミのがいる。やった、もう帰った。サダコが。帰った。パパ、閉めて。ねえねえ、おらんからいいの。いいの。閉めて。あっちへとけ、来るから開けとかないけんって。そう。あっちへとけ。そう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 。だってお化けって暑いとき来るじゃん。夏とか、うん、閉めたらまた来るよ。そんだけ開けとかれな。これなんかすっと、うん、おいしょねえから食べなんだ。いや、そう、いて、いて、持ってる。よいしょ。あ、ねえな、ゲル君な、うん、今日な、うん、サダコ出た？サダコね、昨日出たね。いたじゃん。え？いたじゃん。逃げたじゃん、みんなで。あ、行こう、サダコ来るで。うん、朝にはサダコ大好きなの。セミがいる。セミ？夜にはセミが鳴くの？夜にはセミが鳴く。おお。これ。ちっちゃいかな。これちっちゃいかな。そう、ちっちゃいよね。ちっちゃいかな。なんか持ってる。結構なんか。これで。で、汽車が通ってるからね。いや、いいね、もう自然だ。あるんだ。あ、いますね。動き回ってますね。あ、ほんと。おぉ、すごいね。カブトヘビ。おぉ、見て、バナナのとこ。ついたよ。バナナ。はいはいはい。はい、モーニング。はい。あ、美味しそうだね。どうぞ、座って。甘いものが良かったら、ベンチとか。え、ジビエカレーなんかある？なんかありそうですね。
あ、おいしい。おいしいね。食べてみて。うん。これも食べてみて。ちょっと後で食べようかな。うん。これの方が、うん。これの方が一番おいしい。おいしいんだ。早く食べて。はい。はい。食べましょう。次のところ。いけないよ。そうなんや、食べんと。おじいちゃん、おじいちゃんと一緒に行こう。楽しくないで、もうおじいちゃんのところでこれずっと食べんといて。食べるまで、もうここちゃんと食べたら次行ける。食べる。いや、もう全然。じゃあ食べろ、食べろ、卵食べてじゃ。すごいね。見て、泥水。本当だ、汚れてるね。早く走ってよ。ゆっくり走る、ゆっくり。こけるで。見て、石がある。お地蔵さん。あそこは。あ、ほんとだ。あるね。あと机もある、あそこは。はい、危ない、危ない、危ない。はい、はい、はい。今日はインサイドを撮って。え、ダメだ、ダメだ、ダメだ。これはあ、ね、はい、頭ですね、葉っぱです。今ちょっと硬い、ちょっと硬いですね。これダメ、怒られるまた。なんかバイクの方が見よう。今日はは、はい、おいで。あそこ見て。はい、どうも。サダコ。お、怒られるよ。いや、よく怒られる。入ろ、入ろ。ちょはい。あ、本当だ。鳥死んでるやん。あ、いるいるいる。いるだろ。見える。もう一回。はい。よし。よし。そうなんですよね。中はちょっとこれ通学でみんな客車、うん、やらはるわ。これで通学時計だな。うーん、技時計じゃん。今もあるんですか。ある。まあ、ここは閉めてる。うーん、お酒屋さんやってんですね。本当だ、三崎町の。お、お、これを開いていきます。あ、重いですね、うん、
やっぱ硫化鉄鋼だけあって磁石がつくよ。行こう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 。どうだ、ね、真っ黒くらすけど。おおすごい街があるね。ボンカレーの、おお、これ自転車屋さんです。パンクしてしもうた。ちょっと張って。時間どれぐらいかかるかな。おお、ちょっと待っててくれりゃすぐ直せ。どこから乗ってんの？その当時のやつですか？そうだ。そのままいつもだ。ここに飾ってある自転車は何個すぐ？今な、早くたんけ。これだこれだ。帰り。これが早く。うん、怒られる。もう新しいね。ちょっと今日はね、こちらのお店に。バー銀座。しまって今日やってない。時代テレビの時代っていうね。片上鉄道が全線開通したのが昭和6年で、それまでは高瀬船や柵戸を利用して鉱石を運んでいました。あ、高瀬船ですか？これは今の蛍月です。昔この石で、はい、ここを通れるんです。あ、片上鉄道ができる前だったんですよね。昔の橋ではない。昨日これどこだろう、本和でだろうか。あ、本和でもなんか昔の和気橋。なんかすごいですね。船着き場があって、蔵があって。全国でも有数の鉱山の町として広く知られていたのです。ここ初めてですね。あ、地下に行けるってことですか。おっ、なるほど、こういう感じなんですね。あ、いで、おいよ、危ない。すごい、いいじゃん、美味しそうな。ちっちゃい、ちっちゃいよ。そう、みーちゃんでこっち食べるからね。暑いからな。お、ちゃんと食べれる。みーちゃんこっちがよかった。いけいけ。
どうですか。おいしいね。どんな感じ。おいしい。辛い。ちょっと辛いね。辛い。辛くてふんわり柔らかい。美味しいね。もっと食べる、もっと食べる。お、いっぱい食べるね。ふんわりして美味しいです。お、いいレポートだね。将来の夢は何ですか？将来の夢何？お姫様？お姫様になりたい。すごいボリュームのねある。イカ焼き、イカ。あ、ミックス焼きですね。こんな感じでございます。あ、おかんの店、うん、こっくんのおかん、あ、ちょっとすごい道ですね。ダメダメダメ、置いとこう、怒られるよ。ここ行ったことある。ここ行ったことある。本当に？うん、行ったことあるんだ。いいでしょ。いいな、羨ましいな。田舎だ。美味しそうな。あ、入れます。はい。はい、ちっちゃいのもあるよ。大きいのいいの？こっち？こっちもあるよ。こっちがいい。こっちがいい。はい。いっぱい食べれるのね。ね。はい。ちっちゃいのは。プリンセスになった。やった。あ、エレファンいるよ。逃げた。こらこらこら。あ、なんか。取ったら怒られる。ダメダメダメ。こう、コケキャッチ取った。こう、コケが。大丈夫今日。この動画いいと思ったわけどうだ。チャンネル登録もよろしく。この動画いつもタグ登録ボタン、悪いともタグ登録ボタン、チャンネル登録もよろしく。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。